の曲はリゴレットというオペラから、シュケムレトヒトが編曲したもの、それが10曲抜粋となっているんですけれども、それをただ演奏しても多分皆さんにはどのような場面でという演奏かが、あまりはっきりわからないかなと思いまして、今回は、少々台本をご用意させていただきました。それを曲間あるいは曲の途中でも、差し挟みながら、進めていきます。なるべく今日覚えることが少なくて済むように、登場人物の名前を一人、主人公以外は全員名前を出さないことにします。例えば公爵、もともとは名前があるんですけど、公爵だったり伯爵だったり、あるいは殺し屋、殺し屋の妹などこういった感じで、関係が主人公との関係が分かるようにとアレンジをしております。仕事をさせてくれと話を持ちかけます。この家にいる女を守ると、リゴレットは呪いに抗うためそれに応じることにして、二人は打ち合わせをします。この場面の音楽です。
市民の格好をして忍び込んできました。リゴレットが去った後、突然現れ彼女を口説き落とすことに成功しますが、リゴレットが戻ってきた足音に気づき、その場を去らざるを得ませんでした。彼女が一人テラスで歌う場面です。Thank you.
ところがこの足音の主はリゴレットに復讐しようと彼の愛人をさらうべく集まった伯爵一味でした。テラスで歌っていた娘を見てリゴレットの愛人と思い込みます。一味は戻ってきたリゴレットに出会ってしまいますが、暗闇の中リゴレットをうまく騙し、気づかれないよう誘拐に協力させることに成功します。リゴレットが騙されて娘をさらわれたことを悟り、あの呪いだと気づくまでを描き、第一幕を閉じます。
違ったかと全てを調べようとします。
幸せになれないと。
ジプシーの格好をした若い娘が降りてきて、それが殺し屋の罠とも知らずに、公爵は彼女を口説き始めます。ここから場所こそ家の中と外で別々ですが、彼女と公爵、リゴレットの親子による4人の歌声が入り混じった40章になっていきます。はじめは公爵が女に愛を語り、彼女は冗談を見抜いているわと彼を交わします。リゴレットの娘は自分に愛を語られた時だと同じだと裏切られた思いを再び味わい、リゴレットは嘆く娘に公爵の嘘が分かっただろうと復讐を納得させる場面です。
殺すのが惜しくなってしまいます。2階に案内され眠った公爵、こいつを殺さないと仕事の報酬がなくなり困ったことになります。妹が提案したのは、公爵を殺さず報酬を払いに来たリゴレットを殺して奪うこと、殺し屋として客を殺すのは筋が通らないと反対した兄が提案したのは、公爵を殺す時間になる前にやってきたものを身代わりに殺して渡すこと。リゴレットの娘は実はいても立ってもいられずにここに戻ってきて様子を覗いていて、このことを知ってしまいました。嵐の中、父以外の誰かがやってくる希望は持てず、娘は父と公爵を救うために自分が死ぬことを決意し扉を叩きます。嵐が過ぎた頃、リゴレットがやってきて殺し屋から死体が入っているという袋を受け取りました。リゴレットがその袋を沈めようと袋を岸へ引っ張っていこうとしたとき、公爵の声がどこか遠くから聞こえてきました。初めは幻かと思ったリゴレットもその確かな歌声に動揺します。そして誰かが身代わりになったと悟り袋を破ります。かろうじて息のある娘が最後に空にいる母親のもとで父のためにずっと祈るという言葉を残す場面です。リゴレットは必死に死ぬなと叫びましたが、娘は息を引き取り、リゴレットはあの呪いだと叫び崩れ落ち、最後の幕を閉じます。絶望や苦しみの激しい音楽で本来は終わるのですが、今日のアレンジではそれをなくし消えるような終わり方をと